あ、誰かあそこでジャンプしてる。日中からすごいテンション高いやつって本当にいるんだね。はい、どうも皆さんこんばんは。プチプチです。今回もですね、視聴者さんと一緒にコンビニに買い物、かくれんぼをしたいと思うんですけど、まあ、今回のかくれんぼなんですけど、まあ、特にこれといったネタがありません。普通にやっていきましょう。では一回よろしく。やべ、もう始まってた。ということで皆さん、かくれんぼやっていきましょう。今回は最初僕が鬼をやらせていただきます。プチプチです、よろしくお願いします。残り時間3分になったら動き始めましょう。毛穴の隅の隅まで。ちょっととりあえずテレペガさんみたいにハート書いとくかと思ったんだけど、俺のハートめっちゃ汚いんだけど、ドッジボールの球にしか見えない。鈍感に行きましょう。お、全然塗ってねえな、これ。よし、とりあえずまずハートを書いて。誰に向けての愛なんですか、それは。これはね、まだ俺のこと知らない女性に対しての。なるほど、ラブコールですね。さあ、みんなどこに隠れるかな。まあ、今回の視聴者さんなんですけど、まあ、もちろん初めてのメンバーさんなので、どこに隠れるか全く予測がつきません。多分僕の予想だと自動販売機の下らへんですね、多分。なんでかっていうと、多分10円玉か100円玉が落ちてることが気になりすぎて、多分そこに隠れているはず。それ俺だけだ。ああいう電気我が家に1個欲しいな。うん、なんか水筒みたいな電気いいよね。あ、誰かあそこでジャンプしてる。日中からすごいテンション高いやつって本当にいるんだね。さあ、残り10秒近くになってきましたよ。さあ、あ、この上にボムって乗るんだ。ええー、じゃああそこで上から感染してるやつに思いっきりあのボール投げてみようか、今度から。4、2、1、3はどこ行った、ということでスタート。まあ、大概ね、ここら辺にね、隠れる人とか本当にいるから。いる？あ、いない。今回はいないっぽい。お稲荷さんのはマジで。さあ、どんどん探していきましょう。まあ、今回もね、まあ、視聴者さんってやるので、まあ、オールキルを目指して、マジドラえもんっていうのび太くんに、後悔してあげよう。俺はのび太くんより、レベルが高いんだと見せつけた。よっしゃ、1キル1人確保しましたね。これでもうドラえもんに多分ね、情けないとか見せられないでしょ。よっしゃ、2回キル。もうこれ道具出してくれる。もうこれ絶対道具出してくれる。まあ、次はジャイアンに物を取られないようにするぐらいのレベルまでいきます、きっと。さあ、左に曲がったところにいない。左に曲がったところはトイレだった。まあ、大概の人ってここら辺にいるんだって。あ、いない。さあ、あと2人なんですけど、まああと2人か。あと2人って大切だよね。うん、あと2人いない。どうしよう。俺、遠足のチームメイト、遠足の一緒に共にするメンバーがあと2人足りない。どうしよう、このままだと。よっしゃ、1人見っけ。どうしよう、あと1人足りない。このままだと俺ぼっちだ。全キルいけるかな。いけるんじゃないかな、これ。あと1人、1分30秒ありますね。うわー、1分30秒、あれ1分30秒あるけど、まだカップラーメン若干ふやけてる時だけど、大丈夫これ見つけちゃって。ふやけてない君。ふやけてない、大丈夫ね。倒しちゃうよね。食べちゃうよね。いいの？というわけで1分余して、オールキルできました。もうこれ、かくれんぼマスターって言えるでしょう、これ。ディズニーランドから正式なオファー来ないかな。プチプチさん、よければ隠れミッキーになってもらえませんか。喜んでなります。ということで次の試合行ってきましょう。おい、スプリンクラーがもうプリンクラーしてるわ。優しい君はいっ、あ、やべ、また始まってた。ということで2試合目は僕が隠れていきましょう。まあ、そういうことです、皆さん。隠れていきましょう。僕が隠れてることは隠れミッキーになれるということです。さあ、僕はもう今日隠れミッキーになります。本物の正真正銘の隠れミッキー、まあ、つまりもう喋れないってことですね。やめよう、隠れミッキーになるのやめよう。さあ、今回僕はですね、このステージを選んだんですけど、ちょっと行ってみたいなというところがありまして、
この裏なんですよね。もう絶対この裏さいけると思うんだよね。ほらここいけるわみんな。ほらこうやってここを塗って、あ、いけるわこれ。塗って塗って、みんな塗って、そう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 、みんなで隠れよう。じゃあここ神会になるかも。神々だわ、神会ならず神会、神々だわ、もう神々。これをこういって、あ、これバレない、あ、これ絶対バレないわこれもうダメ、これもう、いやもう最強の隠れ場所見つけたわ。地上最強の隠れ場所だわ。さあ残り十何秒になりましたけど、あ、やばいぞこれは。俺だけしか生き残ってない。これ絶対バレないと思う。なんでかって？ステージ外だもん。やばいね。あ、急いでみんな。やばい、 P 始まっちゃった。おい、バカバカ、早く来い、早く来るんだ。バカ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 。オーケーオーケーオーケー、いいぞ。頑張ってこっち来て。おい、そこはマジバレるから。もっとこっち。こっち来て。あれ？あー、バレたー、もう！あなたー、バレちゃったよー。あ、やられた。俺もバレてるよね、これ。バレても倒されない場所見っけたんだけど。ねえ。バレても倒されない場所見っけたんだ。あー、やられた。絶対さっきの人がバレたからだ。俺のせいじゃない。絶対俺のせいじゃないから。少年が腐ってるよね。ということで、あの最強、地上最強の場所を、あの絶対にバレない、あのステージ外の場所をバレてしまいました。いや、あれバレないと思うんだけどな。もうちょっと奥にいればバレなかった。ちょっと皆さんの視点を見ていきましょう。あと残り2名の方がいますね。なんかあのスプラトゥーンのあのピシャーって出てるやつ、あの公園にあるあの水道のなんていうんだろう、蛇口みたいな感じだよね。あの飲み物飲む方、水を飲む方の水飲み場っていうのかな、ジャーみたいなね。語彙力なくてすいません。なるほど、リリカさんはリス地に隠れてますね。そしてちょっとじゃあ確認していきましょう。シロとメイさんは今どこら辺にいるかな。鬼がそこにいて、あ、もうシロとメイさんも完璧だね。まぁ、ちょっと鬼が危ないかなっていう。あ、やばくない？リリカさん。あー、やられた。おい、ちょっとあなたのせいじゃない？もしかして。絶対この人のせいだ。バレたでしょ、今完全に。あー。ということで、半分キルされましたね。いや、違うわ。3人キルされました。ということで、勝者さんの勝ちです。勝者さんの勝ちです。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、最近ですね、ものすごく思うんですけど、視聴者参加型めちゃくちゃ面白いことに気がつきました。ということでですね、今後もたくさん視聴者さんといっぱい、ものすごく、大量に、目いっぱい。他に言葉が思い浮かばないな。とりあえず、まあ、たくさんやっていこうと思うので、皆さんぜひよければ、参加してみてください。応募の方法なんですけど、ツイッターからいつも募集しているので、もしよければツイッターの方、フォローよろしくお願いいたします。もしこの動画面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価ボタンの方、よろしくお願いします。というわけで、また次回、スプラ隠れ部2でお会いしましょう。いかよろしく。